せーの、アンベアリーラジオセッて言ってたのへじバージョンね、うん、のへじむつバージョン。いや確かにな、なんでって言われたらマジでむず、イカれてるからとしか言えん。いやでもなんかそのノウハウを知るきっかけがあったと思うんだよ。うん、それこそツイッターとかでもたまにあるじゃん。あるあるある。勧誘届け出したらめっちゃ経費戻って、経費で落とせて、うん、税金戻ってきたわみたいな人たまにいるじゃん。うん、チーが昔見せてくれたんだよ。うんうんうん、あったあった。そこで多分俺の中に意識がちょっと出たんだよね、芽生えたんだよ。マジかよ。うん、勧誘してみてえなみたいな。残りなんか誰しもあるような気がするんだけどな。うっそ、それはねえと思うよ。ねえ、いやこれねえみたいだよ。え、そうなの。ねえんだよ、ねえんだよ、ねえんだよ。諦めたかそうじゃないかじゃないの。違う違う違う、そもそもが ねえんだって。芽が、うっそ、種がねえんだって。そう、そうじゃない。 そうだよ。いや地位、あ、意外とある方だからその情報が入ってきてただけなんだよ。だからさっきツイッターの時微妙な顔してたんだ俺大輔。いやでもチーのツイッターを見たからね、スクショを。うんうん。でも全員じゃないんだよ本当に。そもそも、うん、いやほぼ多くの人は従業員であることに本当何の疑いもないんだって、マジで。で会社っていうもの、これが会社からでいいんだって。いいっていうか、そう、みんな独立したい心はマジでないよ。意外と、意外とってか本当に。マジかよ。そうだよ、そうよ。そもそもよぎりすらないパターン全然多いよ。そんなことあるかい。そうだよ、そうなんだよ。いや、そうなのよ。いや俺も思ったよ、そんなことあるかいって一瞬思ったけど、うん、いやでも俺も確かに知恵がいたからだなってしか思わんかった。疑いがない。従業員でいて、うん、なんなら社長にならない人が立つほとんどじゃん。ほとんど、ほとんどの人は、いやもちろんなりたいと思ってなってない人もいるかもしれんけど、うん、そもそもそのよぎりすらないよ。自分社長になりてえなーがない。その人はあれか、会社でうまくなんとかやれちゃってんか。いやうまくなくてもよ。え、社畜だーって言ってる終わるパターンがあるのよ。諦めもあるもん、もちろん。うんうん、その社畜で、それはさ、社長になりたいけどならない諦めじゃないよ。社畜であることで諦めてんだよ。マジかよ。そうよ、そうよ。そうなんだよ。だってじゃあそれが人生になっちゃうじゃん。それが生きるということかになっちゃうじゃん。いや、そもそもその人生を考えるっていうことも多くないんだよ。なんて。そうなんだよ。言い方めっちゃ悪いけど、うん、パヤッと生きてる人も全然いっぱいいるんだって。いや逆にそこ考えるから、うん、不安とか鬱が生まれるんだとはちょっと思う。あ、めっちゃ楽観的に生きれてる人たちもいるわけやん。うんうん、そういう人たちは別に会社が超楽しいわけでもなく、なんてもないけど社長になりたいわけでももちろんないし、でめっちゃ多いてか ほぼだと思うよ、正直言っちゃうけど。え、マジ？いや全然信じらんねえ、マジか。そうだよ、そうなんだよ。だってありえなくない？だったら従業員多すぎない、この世ほぼ従業員だよ、ただの。諦めぜじゃない？諦めてないって、それが普通なんだって、マジで。おい、地位が高いんだって、もともとが。じゃあ俺どっちかっていうと普通に従業員税だもん、元ってこと。いや今はアンベアリーでもう会議を届け出してるから、うん、もう形も物も違うし、どっちかっていうともう経営が楽しい側に、楽しみ側になっちゃってるんだけど、うん、すげえよそれ。逆、普通そうじゃねえんだって。普通って言い方あれなんだけど、うん、正直多勢派は従業員派よ、マジで。どうしたらいい？だから認識した方がいい。いや、ね、本当に変なこと言わない方がいいよね。そっか。そうよ。え、社長なる普通じゃないんですかみたいな感じのスタンスではない。絶対。なりたくて、いや、それ多分やっぱさ、やらないんだと思った。違う違う。
マジでそうじゃマジでそうじゃない、それでそうだったわ。ずっと言いたくてやめてた。いやマジでマジで、いやそれ多分俺思ったわ。チリの親父が個人事業主だからだわ、うん、ああまあまあ一応そうか、従業員じゃないじゃん。従業員という形を見たことないんだよあんまり。普通が個人事業主っていう認識なんだわ。なんてそうなんだ。これでもマジちょっと言っといてよかったかもしれないこの話は。確かに、うん、なんか下手なこと言うかもしれない。そうそう、私がな、いや俺その今同じ部署の人と話してその話になったのよ。おで会社の話になって、そうなんだって、そもそもそういう考えすらがない。普通にあれば、うん、もっと会社のためにみんなするであろうことがあったりするのよ。でもみんなそこまではないんだよ。 そこのズレはそこなんだ。そうそうそう、だからそこで愛写真とかの差が大きく生まれてきたりする、うん、だから今日の朝あの孫電気屋さんの前通った時にナンバー3の人がめっちゃ朝早くにもう会社周り掃除してたって話したじゃん、うん、そういう人はもうどっちかというと経営側の感覚をもう持ってるから、うん、辞めて独立することだってできる能力あるけど、うん、この会社で尽くすことに決めたっていうナンバー3のはずなのに。それってすげえよな。だからその人はあると思うよ、その できるから。うん、選択してんだね。そう、選択してした上でそっちを選んだの。これどこ行くんこれ。え、こっち行ったらどこ行くん。高速よ、ハーフよ、野辺地ハーフ。あ、こっから乗れんだ。あ、嘘、ここが一番早いんだよ。あ、なの。うん、マジで行ってんの。嘘、どこで降りてた。俺ずっと大好き左行ったとこ右に行ってたよ。あっち。うん、あ、八戸寄りから乗ってるやん。なに、嘘だね、もったいねえことしてんね。そんな違う。え、あっち行くなら全然違うよ。嘘だ、こっちに乗るか乗らないかが微妙な差はあるんだけど。うんうん、え、あっち行ってたってこと。あのほら、ゆるい Y 字路。あ、マジで右行ってた。あ、それは大損してるわ。嘘だろ。ああ、説明。こっちならそっち行くより絶対10分ぐらい早いよ。 Google さんあっちだって言ってた。あ、 Google あっち行かんだよ。こっち出ないでしょ多分。出ねえ。そもそもここで右に曲がる選択なんて人生で一回もなかったわ。うん、これ川内村の人も言ってたから。あ、そうなんだ。うん、間違いない。つかもう、ま、むつにめっちゃ来てる人がそう言ってんだから間違いない。間違いない。こんな道あんだ。そう、こっから乗るのが、だってどっちみちこれに乗るんでしょ。うんうん、乗る乗る。だったらまあもうむつ寄りで乗った方がいい。まあスマートよね、あっちから乗ってきても。いい、またいいの知れたな。別々に来てたら一生通ってないよ。二人で来るなんてないよな。ないないよな。うん、そうよな。確かに別にだわ。めっちゃ来てるやつが言うこれめっちゃ信用なるな。え、じゃあ降りるときはこれから。まあもう終点まで行く。じゃあワイが行ってた道から帰るってこと。あ、帰るとか青森行くってこと。ああ、こっちから行くとき。そう、もうここで降りるよ。で、海のあそこと常夜灯通った方が早い。そりゃ早いわ。早い早い。バグ全然、あっちは10分ぐらいほんと変わんじゃん。なんてこった。いや、アニメ見たかったからいいんだ。それ大丈夫か。あ、そうだね、勝つ。いや、無理だ、無理だ、無理だ。ちゃめんどくせえから。アニメを想像してる。ああ、アニメをね。そう、あとマジで歌の練習にいいんだよ。ああ、それはいいさ。そう、だって大声で歌える環境だってないじゃん。ないないない。車はいいよね、その点ね。いやー、本当に、いや、ついにチーがもうどうなるべな。チーがじゃね、大好きまで。いやー、でもチーの活躍に売り上げはかかってる。いや、もうマジでな、本当にワイの一挙一動にもう、お金が乗ってる。いや、本当だな。うん、アンベアリーの資金が減る。そうそう、なんか気抜けてハラドラムしてる間もお金がかかってる。そうだね、うん、効率のことはでもマジで考えていかなきゃいけない。
前だから製材所いたじゃん、うん、の時とかもさ、社長すごい厳しいよその辺。あ、そうなの。うん、ルーズじゃないんだ。ルーズじゃねえ、なんかちゃんとあのなんていうの、心理は捉えてる、雑だけど、あみたいな感じがある。そうなんだ。そう、めっちゃ厳しい、効率をいかに上げるかをもうひたすら考えてる。やっぱ経営者だな。そうそう、そうなのよ。まあ多少だから危険な方法とかがあったりして、うん、そう、まあやれるのはやるし、やれないのはやらないってなんだけど、うん、ただ本当に考えてる、ひたすら、毎朝ミーティングがあるんだよな、20分ぐらいの。何？まあその雑談込みの、うん、だけどその時にもうすごい、絶対なんかのアイディアはあるもんな。あ、そうなの、うん、毎朝ね。うんうん、すげえ。マジマジマジ。でも社長連中マジすげえよな。すごいよな。その辺があって、まあそれで従業員が右往左往しちゃって大変なんだけど、なんだなんだ。でもやっぱそれがあるやつらが社長だよな。だすげえよな、その危機感つうか。うん、そうだよな、うん、現状維持の恐怖がな、だ社長連中は多いよな。早い。いや、大丈夫だもん。関係ねえけど、だってもう早ければ。そうや。早くても。そうなんだっけ？あ、だから車の時間のズレ。ああ、なんだっけ？時計のズレの下り。全然知らんじゃない。これラジオで喋った方がいいよ。いや、でもさ。うん。でも結構前に知ったの、大学生ぐらいの時かな。ああ。ツイッターかなんかで見た。いや、そう、車の時計ってズレがちじゃんっていうところから始まってな。うんうん。そう、なんか、タイムマシンの原理ってそもそもな。ああ、そうか、それを知らないか、みんな。うん。タイムマシンってめっちゃ速い乗り物作ればできるらしいんだよ。絶対できるんだよな。うん。で、何その、なんでずれるかの説明ができない。ああ、まあでも、めっちゃ速い乗り物で物を床に落とした時に、うんうんうん。ずれるんだよな。うん、うん、うん。普通、新幹線とか乗って物下に落としても真下に落ちるのが、うん、めっちゃ速いのだとちょっと斜めに落ちるんだよな。ほう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 。そう。で、その斜めの距離感分時間を前に行って、あ、前に行ってたっけ、後ろに行ってたか、うんうん、あ、前に行ってた、前に行ってる、前に行ってんだよな、うん、そのスピードがさらに速くなればめっちゃ前に行けるんだよな。なるほど。で、それの原理で、うん、車が、まあ、めっちゃ移動してるこの移動で、その斜めがちょっとずつ積み重なって時間がずれてるってことなんだよな。タイムマシン微弱ができてんだよな。ああ、車の中。それえぐいわ、それめっちゃ興奮するわ。確かにな。ってことは今、ワイたちは、そうだね。若返ってはいないんか。ちょっとだけ遅く年取ってんのか。そうだね、そうなんだ、そういうことなんだ。あ、だから、えぐ。だから車の、速い車乗る人、若々しいんじゃん。あ、そう？ちょっと、あの、知らんけど。それ、ちょっと悪い意味で言った。すまん。あの、かっこいい車好きな人。いや、めっちゃディスって。めっちゃディスるやん。弾けてるやん、なんか。まあまあな、まあね。うん。羨ましい、わしは。確かにね。そういうことね。そう。なんだっけ、なんかの、うん、なんだっけ、なんかの定理か知らんけど、うん、定理か法則かあるでしょ。あるはず、あるはず。あ、すんげえ有名なやつ。え、あ、そうなの。うん、なんだっけ、漢字ちょっと調べるわ。まあ質量、相対性理論じゃなかったっけ。ああ、そうだわ。だよな、相対性理論だわ。そうそうそう、その原理を。そうだ、相対性理論でタイムマシンの理論なんだよな。そうそうそう。まあ、未だに何も分かってないんだけど。そう、相対性理論めっちゃむずいんだよな。うん。あっちゃんの動画で一回見たけど。え、あんの？めっちゃむずかった、確か。そうなんだ。忘れたもん。忘れるレベルだ。ちょっとあっちゃんの動画最近見てねえわ。見よう。最近でも、まあ、週2本だからね。ああ、そうなんだ。減ったの、うん、ベーシックインカムやってたよ。おー。最新は。ベーシックインカムも、俺らはすごい知ってるし、うん、めっちゃ望んでるけど、うんうん、みんな知らないから、うん、そもそも毛嫌いしてるらしい、結構。え、そうなんだ。そう。それこそあの、サボりたい人とか、まあひろゆきとかすごい推奨してるよね。うん、らしい。もうそれでいいやんって思う人いっぱいいそうだなと思ってたけど。いや、なんか逆らしい。なんでなんで。
あれってどっちかっていうとお金持ちが不利なのよ。どっちかっていうと再分配型だから。おお。だから金持ちでみんな税率関係なく来るんだけど、うん、お金持ちの払ってる税の割合から考えればお金持ちからすればちょっと不利なのよ。ああ、損するってこと。損するっていうわけではないけど、お金持ちがまあ月7万もらっても別にいらねえよというまあレベルの話なんだけど、うんうんうん、ベーシックインカムってその毎月あの人間の保障されてる、うん、あの民法のね、うん、その最低ん？なんだっけ、基本的人権の尊重か、うんうんうん、だから最低限度の生活を営む権利分のお金を国が一律支給するっていう、うんうん、ルールのがベーシックインカム、うん、なんだけど、だから月7万とかが毎月勝手に入ってくるっていう、うんうん、そうすれば働かなくても、うん、最悪、うん、生きていけるし、働きたい人 はプラスアルファ働けるし、うん、夢を追いたい人は、うん、最低限度の生活できるから、うんうん、なんだろう、アーティスト目指せるしスポーツ選手目指せるし何でもできるよと、うんまあ、そういう自由があるんだけど、その代わり、うん、社会保険が今ほど手厚くなくなったりする可能性があるよっていう感じなんだけど、まあ、だからまあまあそういう感じなんだけど、うん、この仕組み知らん人からすれば、うん、なんか怖いであの悪い票入れちゃうんだって。どこだったっけな、イギリスだかフィンランドだかで、うん、国民投票になったなんて、おうおう、ベーシックインカム導入するかしないかで、おうしないに過半数いっちゃったんだって。そう、確かにゴリッと変わるもんな。そう、今までと。でも、うん、社会保険とかで加味されてなく、まあ、例えば生活保護がなくなるのよ、うんうん、生活保護がなくなります。あ、なくなんだ。そう、全くなくなる。でもそうよな。そうじゃねえと無理だ。で、生活保護の悪いところは、うん年収100万超えると、うん、まあもらえなくなるんだけど、うん、10万のうちももらえるんだって。でも10万のうちもらえる額が90万になるんだって。100万もらえるんだって年間マックス。おうおうおう。で10万稼げばもらえる額90万になって、うん、50万稼げば50万もらえるんだって、うん、だから100万超えるまで働いてももらえる金額が変わらないのよ、うん、それはちょっと。そうなると100万まで働く気しないじゃん。しないしないしない。100万以内で生活しようってなっちゃう。うん、まあ、そこがその悪いところなんだよ。ああ。じゃあ働き損なんだ。が最初のうちにどうしても生まれちゃうのよ。100万超えたらもちろん生活も豊かになるし、うんうん、いいんだけど、でもその100万超えるっていうハードルは、うん、最初全く働けない人からすれば高いじゃん。高い高い。それずっと続けなきゃなくなるし。そうなると。やらないっていう方の選択肢が結構強いよね。まあ分かるよね、気持ちは全然、うん、そう、そうみたい。だからベーシックインカムだと、うん、そういうまあ不正受給みたいにつながることもないし、うんうんうん、働いた分プラスアルファな名前が来るんだったらまあ文句ないでしょうっていう、うん、そうか。正直さ、社会保障が手厚くならなくなるって言ったじゃん、うん、今の手厚さそんな感じれてないんだけど、それって何？それはまあ病気してないからじゃない。はあ。はあ、そうか。でも、なんだろう。そんなに、だから今と変わらないはずなのよ。うん。言ってしまえば。うんうん。今、給与の年収によって、うん。あの、例えば入院して月額のマックス、うん。5000万かかりましたっつっても5000万は払うことないのよ。うんうん。上限値があるのよ。うん。そういうのの上限値が変わるとか、うん、ならまあそうか、年収300万な、まあざっくり言うけど300万の人は、うん、月々マックス5000万かかっても25万円でいいですよとかっていうルールがあるんだけど、うん、月々40万でいいですよになるとか、そういう感じの変わりだと思うから、うん、まあまあそんな気にするでもないかなというか、うんうん、まあ、それで本当に困窮することが起きればもうもっと重たい問題だからありえないんだけど、うん、まあ俺らの給与ぐらいの感じの人からすればマジベーシックインカムウェルカムウェルカムなんだけど、いやハイパーウェルカムよ。でもやっぱもっと高い水準の人からすれば、あ、それはなんだよな、いや
そんな7万なんてはいいから、入院した時支払うか。いやでも年収高い人はどっちみちその額も上限値も上がってってるから、うん、なんかそんなね、そんなそんななんだけどね。別にお金持ちの人もそんな損はなさそうっていうか、ないよ。でもまあ払ってる税が高いのに、うん、ああまあそれはな、低い人と同じ額かいっていうのがネックなんじゃない。足引っ張るかみたいな感じになっちゃうかな、ね、俺らこんなに払ってんだよみたいな。7万一律プラスアルファ何円みたいなのがその人によって変わるとか、うん、そういうのがあるかもみたいなのはあるけど、まあ、5万円はみんなに絶対渡して、うんうん、プラスアルファは年収に応じてとか、まあなんかそういうのも、まあ、まだ全然議論の感じなんだけど、うん、あるみたいで、まあだからそうなればより貧乏人が多くもらって、うんうん、お金持ちが少ない可能性が出てきて、ネガティブな、そんなには面白くねえな、うん、あれが生まれるかもしれないけども、でも正直言って大多数が貧乏人のはずだから日本は。いやそうよ、だから通らない理由が宗教ほぼないんだけど、うん、通したくない人たちが悪いニュースを流すっていう方が多いよね。意外とネガティブ多いらしいよ。そうなんだ、まあ、そもそもやっぱ知らないしね、うん、俺らめっちゃ望んでるからめっちゃ知るし、だからやっぱあの転職しないみたいな感じでさ、うん、変化嫌なのもあるんじゃないの。あー、それさ、それめっちゃあると思う、うん、今と変わるっていうものへの単純な恐怖はまあ誰しもあるじゃん、うん、そういうのはあると思う。それが一番早いとした。あー、これはね、キグ、けど乗ったことね。でもちょっと俺、おしっこしたいから。おい、マジで漏れそう。え、一緒え、なんで、さっきなんで言わなかったの。いや、さっきは大丈夫だった。急に来た。あ、マジ、うん、俺もめっちゃ漏れそう。さっきはさっきも若干それ言ってくれ。いや、でも違う、俺も我慢できるレベルだった。おい、いや、そうなんか、結構来た、急にお茶聞いたな。だと思う、めぐみちゃん。そうそうそう、どこにあるっけな。あー、でももう横浜のあの道の駅しかね。道の駅いいね。うん、そうなのよ。ベーシックインカムマジ導入されてほしいわ。いや絶対面白いけどな。みんな独立するでしょ。うん、の可能性がもう大いに広がるもんな。そうそう、それこそね、それこそだから従業員でダリーなと思ってる人仕事しなくていいからね。うん、でも多分するんだよ。プラス5万でいいのよ。ああ、うん、プラス5万ぐらいは欲しいなって。今と同じぐらい欲しいから10万ぐらいの仕事はしようかなとかさ、うん、20万ぐらいはしようかなとか。そんなん最高じゃんな。そうで、その方絶対仕事のモチベ上がるよな。うん、だって尊敬欲しくて来てるんだから。休み増えるだろうし、うん、逆に今なんかそのなんつうの、手加減して働いてる人、ああそうだね、もうなんかいいイメージしかわかんない。でもやっぱこの仕組みが、それこそ日本維新の会とかはベーシックインカム提唱派なんだよ。うんうん、でそれこそあのなんだっけ、あこれちょっとあの政治の話になって、うん、推してる政党の話みたいな話になってあれなんだけど、うん、あの、あなたと思想が近い政党どこですかチェックみたいなのが、そうこの間選挙あって、うん、ね、チーがやったっつってね。そうそうそう、どこに投票すればいいかよくわかんないから、うん、本当に20個ぐらい質問答えれば、うん、あなたに一番近いのは何とかですって出る、何党ですって出る、うん、サイトがあってね。あれ面白かった。あれすごいよね。天才天才、トップだしね、うん、で、チーがやって国民民主党だったみたいな、うん、話してて、で俺も投票の前日の夜にさ、うん、俺の何なんだろうと思ってて、うん、で俺もやったら俺も国民民主党なんだよ、ね、うん、で2番目に近いのが日本維新の会だったのよ、うん、ああそうなんだ。そう、多分地元はそうなんだと思うんだけど、うん、でそこの2つが今手組んでるんだよね。へえー、そうなんだ。近いから、うんうん、やっぱ近いところは協力しましょうねみたいな。しかもどっちも議席めっちゃ取ったし、うんうん、その感覚で言えば、あ、国民全体とちょっと近い感覚なのかなみたいなのがちょっと読みたけどね。ああ、そっかそっか、うん、今議席めっちゃ増やした、うん、とこと俺らが近い感覚だったから、うん、まあ日本維新会はマジ異常増えだけどね。うん、異常増えしたんだ。ああ、めっちゃ異常増え。
で立憲民主が結構下がったから、うん、枝野さん党首じゃなくなっちゃったからね。煽り？え？煽り感ない？あ、ほんまや。ちょっとやめてくれよ。こっちはおしっこしてんだよ。そう。揉めるな、前で。煽ってるよね。さっきからずっと思ってたよ。あ、そうなの？うん、煽ってるわ。前がでしょ？前が煽ってんの？あ、違うか。ま、後ろが煽って前の人が、そう。あの、ブレーキフェイントして出したんだ。そうそう。戦ってるよね、ちょっとね。だって、さっき抜くタイミングある場所、うん、追い抜き車線ある場所でも、うん、あの距離感なの、ずっと。あ、そうなの？やだなぁ。やだよ。巻き込まないでくれ。心に余裕が、そうだね。ねえと、こうなっちまう、マジで。そんな、相手に何かする日もあったら自分の何かしたらいいの。そうそう。ワンピース読んでほしいな。そんな暇あんなら。俺は弱い！あれマジ泣いたわ。あ、そうなん？ああ、いいシーンやった。あ、そうなんだ。うん。まあ、ワンピースどこだろうな。俺、まあ泣いたことももちろんないんだけど。涙枯れてるから。マジかよ。うん。漫画とかで泣いたことない。アメリカのだから本当にサプライズでしか泣いたことない。アメリカのサプライズ大好き、本当に。そうなんや。感情むき出しみたいな。まあ、あのルフィも一緒だけどさ。うんうんうん、確かに。メリー号が沈むとこはちょっと。ああ、あれはよかったな。うん、お前、なくしたものばかり数えるな、つって。うん。お前に残っているものは何だ？仲間がいるよ！最高やった。結構前やん。めっちゃ前やん。やばい、そんな最新のまだ終えてねえわ。62、3巻じゃないもん。俺は弱い、そこじゃなかったっけ。そうそう、俺は弱いは62、3巻ぐらいだった。めっちゃ詳しい。あ、わかんない、多分ね。そのくだりの流れで俺は弱いだったと思って。いや、最近俺は弱いって思ってたから。ああ、特に思い出した。弱い、ね、そう。あ、ファミリーマートある。すまん。あれ行こう。あ、まね、道の駅すぐだね。道の駅だ。近い近い近い。道の駅にしよう。限界だけど。もうそろそろ揺れも厳しくなってきた。俺ここのファミリーマートさ、うん、マジいつもムツから夜帰ったりするとき、うん、ここでめっちゃ寝てる。あ、そうなんだ。うん、早めだよね。おお、まあまあ確かに。でも30分だけでも、あ、やべ、めっちゃ煽りそうな車や。やば。煽りそうな、大丈夫それは。めっちゃあったじゃん、あの。あ、やろうな。やろう。あ、ちょっとわかんねえ。なんつだっけね、あれ。あ、じゃあ何だったっけな。ウィン、ま、なんとかウィングとかじゃない？ちょっとエアロカットしてほしいわ。何エアロって？大丈夫？下だったわ、エアロ。ウィングじゃないあれ。ウィング、なんとかウィングじゃない。ああ、やばいね。まあ、道の駅で降りないでくれ。頼む。じゃあ道の駅の方が寝れそうじゃん。あ、道の駅ももちろんあるよ、寝ること。うん、道の駅、あ、これもうちょい行けるっていう時、いつもあそこのファミは。心折れるんだ。一回やーってなって、あそこで寝る。そんなことしてないんや。つかマジで家で寝てよ。あ、でも帰りたいじゃん。40分ぐらいはここで来てるわけだから。うん、帰り、まあ、あと帰り1時間10分になるから。やばい、マジ限界や。よくこ家、マジ青森とムツチャリやったよな。いや、あれ枯れてたな。仲良しだったよな、その時。うん、会社の先輩とな、チーが2人で。俺じゃないしね。確かにね。その時全然俺よりその先輩の仲良かったもんね。え、だったっけ。だよ、だよ。でもそうだよな。だって俺行く選択肢全くなかったもん。うんうんうん。聞いてもねえんじゃない。聞いてもねえかも。あと聞きかもしれん。まあ、そうやな。煽ってるわ。でも仲良しの人に嫌われちゃうのは、その怒られたり、うん、その見捨てられるみたいな、すんごい辛いもんな。そうそう。頑張れ、頑張れ、暴行。やめてよ、マジ、笑うてるよ。マジで。いや、マジで、この人ら、道行き行かないでほしいわ。頼む。あ、やばい。ちょっとブレーキ踏んでんじゃん。うわー、ついてくな。頼む。あーローソンに。ローソンしかない。ローソンしよう。え、喧嘩すんじゃないここで。ローソンに行かないで。あ、やべ、ローソンだ。やべ、やべ、やべ。え、やり合うやん、こんな。え、仲良し、ほんとに。動く可能性もあるよね。あれ道行きやってる。え、なにこれ、トイレはやってんべ。うん、やべやべやべ、よかった、ローソンで話しろ。
あれ駐車場ラインねえじゃん。全部消されてるわ。ちょっとあっちだよトイレ。あ、そう。うん。お前。そう。あ、車中泊組じゃない。マジ殴り合いすんじゃないあそこで。そんなレベルだよな。うん。マジ近かったよ結構。まあ、友達あおりも大学とかの時やってるかもしれない。よくねえ話だなそれ。よし、じゃあトイレで終わりっすか。そうしよう。じゃあお疲れ様でした。はい、やばい、ほら。